はい、どうもショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。早速ですが、この動画を見てくれている人はこの1年間でいくら貯金ができたでしょうか。貯金をしなければいけないっていうルールは全然ないんですけども、ただ僕の今同棲している彼女が今年の2019年の1年間で100万円を貯金したそうです。そう、もう知らなかったです僕。100万円貯金してたのみたいなびっくりしたんですけども、ただそのポイントがですね、元散財女だったんですよね。ちょっと彼女の通帳、リアルなやつをちょっと見せてもらってるんですけども、平成21年の10月の23日から記帳が始まっています。最初は1万円入ってて、そこから順調に数字が増えていますけども、平成24年の6月5日あたりから貯金が減り始めて、あとはもうずっと1万円、2万円いって5万円台のところが続いてます。令和1年11月25日現在は139万貯まっているということですね。はい、ゼロに近い数字をこう行ったり来たりしている状況から、今年の1年間で100万円貯金をすることができたということで、そのポイントがこの動画を見てくれている人の参考になるなと思ったので、ちょっとそのポイントですね、1年間で100万円貯金できた理由っていうのをちょっと聞いてみました。はい、なので今回はそれをですね、完璧にまとめてシェアしてみようと思います。けど、まずポイント1がですね、先取り貯金というものです。で、先取り貯金って何かっていうと、なんか毎月お給料を振り込まれて、普通はそこからある程度使って残ったものを貯金するっていうものなんですけど、先取り貯金っていうのは毎月振り込まれた時点で先にも貯金をしてしまう、で残ったもので生活をするっていうものなんです。で、先取り貯金を毎月6万7000円やっていました。はい、やっていました。で、毎月、そうすると年間80万円が貯金できるっていう計算です。ちょっとしたボーナスが会社から出たりとか、あとはその私生活で使っているその口座の預金っていうのもちょっとずつこう増えていったので、合計で100万円貯金ができたっていうことなんです。そう、じゃあなんでその私生活の部分もその貯金額が増えていったのかっていうと、やっぱり断捨離だそうですね。彼女はもともとすごいもう散財女だったんですよ。そう、どういうことかっていうと、もう服と人にもうひたすらお金を使っていたっていう状況ですね。彼女は洋服が大好きで、まあ、大体こう常に暇があったらインスタで洋服を見たり、あとネットで最新の洋服を見て、あ、これかわいいとかって毎日のように言っているわけなんですけど、それぐらい洋服が大好きなんです。で、前はあ、これかわいいと思ったらもう衝動的にもう必ずポン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 洋服を買っていたそうです。そう、なので、それで毎月3万円ぐらいを使っていました。そう、3万円前後使ってました。多い時は5万円ぐらい使ってました。で、それプラスその前シェアハウスに住んでたんです。なので、そのシェアハウスも、しかも巨大なシェアハウスです。かなりでかいシェアハウスなんですけど、そこでリアル友達100人できるかなみたいな状況だったそうなんです。なので、人脈がとにかく広いと、お友達がとにかく多いという状況で、誘われたら断らなかったそうなんですね。なので、例えば仕事終わりに今日食べに行こうよって言ったら食べに行ったりとか、あとは、なんか今度飲み会あるから来てねって言ったらその飲み会に参加したりしてました。もうその段階でもう出費が多いっていうのはもう想像につくじゃないですか。そう、プラス、女なので、その女友達が例えば誰か子供が生まれましたってなったら、その出産祝いを渡したりとか、あとは誰か結婚しますってなったら、その結婚式を二次会に参加をしたりしてたんです。その誰かと飲みに行ったり、食べに行ったり、結婚式祝いを使ったり、あと出産祝いプレゼントしてあげたりっていうので、毎月それも5万円ぐらい使っていたと。多分5万円じゃ済まないんじゃないかなって思うんですけど、そう、それぐらい使っていたそうです。なので洋服代と、あとその友達付き合いですか、人付き合いのために毎月、まあ、10万弱が出ていったということですね。なんかこう違うなと、なんか違うからちょっとリセットしたいなって思って、その部屋、当時住んでいたシェアハウスのものですかね、それをもう全部断捨離したそうなんです。そう、断捨離したものっていうフォルダーをわざわざ作って、こうやって捨てたものっていうのを一着一個一個記録していったそうなんです。そう、これ短い。
そしたら大好きな洋服が保管してあるクローゼットスペースがすごいスッキリしたんですって。そう、そしたらそのスッキリした状態をキープしたいというふうになったんです。前はちょっとちょい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 もう気になるものがあったらひょい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 買っていた状態ですけど、そのスッキリしたクローゼットをキープするために洋服を厳選するようになったんです。そうしたらもう洋服に使うお金がボーンって減ったと言ってます。もちろんなんかその安いものだけにするとかではなくて、ちゃんと自分がいいなと思ったものは高くても買うんですけども、それをしたとしても毎月の洋服代に使う出費っていうのは減ったということです。あとはその人脈の部分で、本当に長く付き合いたい、大切にしていたい友達は誰かなっていうのを、まあ、意識した意図的に切っていったというか、その本当に大切な人たちが結果的に残ったっていうのはイメージなんですけど、そう今ではその付き合いは10人ぐらいと濃く深くなっています。なので、なんかこう最近なんか誰々が結婚するからその結婚式に参加してくるねとか最近聞かないですね。なのでそういう人付き合いの部分の出費っていうのも思いっきり減ったと思います。そう単純になんか節約して寂しくなってますっていうのではなくて、ちゃんと充実して好きなものは好きでちゃんとキープしながら貯金もできてるっていう感じですね。はい、ということで、まあなんか貯金をするっていうと僕なんか我慢しなければいけないとかっていうのもあると思うんですけど、そういうイメージあると思います。でも大切なものを大切にして、あとその他の無駄なものを徹底的に省くとちゃんと貯金ができるなっていうふうに思いますので、そう今回の動画を見て少しでも参考になってくれたら嬉しいです。そうこの動画を見てる人もなんか毎月出費がとにかく多くてなんか困ってるな、ちょっと火の車で大変なんですって人がいたらですね、やっぱ一回断捨離してみたらいいと思うんです。一回その部屋の中にあるものをもうほとんどもう捨ててみてほしいと思います。そしたらすごい気持ちもすっきりしますし、そのすっきりした状態をキープしたくなるんですよ。うん、もうキープしたくなると思います。でそうなってくると、じゃあ本当に必要なものしか買わないとかですね、本当に必要な人としか会わないみたいな風になってきますので、そうすると出費がもうどん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 減ってくると思います。そうで貯金ができるようになると思いますので、もし貯金をしなければいけないっていうわけではないですけども、ただ貯金額が増えていくと心の安心も増えていきますし、心にゆとりも出てくると思いますので、貯金がしたいなと思っている人、2020年は確実に貯金をしたいですという人は一回断捨離をして、一回すっきりした状態でそのすっきりをキープするために本当に必要なものは何か、本当に必要な人は何かっていうのを厳選して、そこにお金を使っていけば、貯金ができるんじゃないかなというふうに思いますので、はい、こんな感じですね。一人でも多くの方の参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。貯金、このこれだけ、貯金をして何に使いたいの？旅行に使いたいということですね。そう、やっぱ旅行ってお金かかりますしね、ウニ塩湖に行きたいというのをずっと言ってるので、そう多分このウニ塩湖に行くんじゃないかな。まあでもこういう楽しみを持ちながら貯金をするとワクワクしますもんね。なんか単純に安心のために、なんかあればあるほどいいとかって言ってもう盲目的に貯金をするよりも、これがしたいからそのために貯金をするっていう、まあ、あとはその安心のために一定額貯金は必要だと思うんですけども、それ以上に、これがしたいからそのために貯金をするっていうことをすると、すごくワクワクし貯金ができて楽しいと思います。はい、